はい。こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、これが今日の最後の配信になります。はい。えー、今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。そして皆さんね、えー、心からあ、あの、感謝を申し上げます。はい。えーとですね、最後のおご紹介する記事はやはり英語の記事なので、えー、皆さんね、えー、Google さん使ってね、飛んでください。えー、自動翻訳してくれます。 はい、えー、今のね、アメリカの状況が書いてあります。はい、えー、本当に、えー、思ってたよりも、まあ、あることはあるんですけど、そんなにないのかっていう感じです。はい、ある、あの、ベティさんという方がね、スーパーに行ってきたらしいです。で、えー、買えなかったものが8品目もあると。はい、えー、野菜と果物がね、 本当にないって言ってます。はい。イチゴもメロンも、ほぼほぼないと。はい。えー、かなり、えー、野菜類、はい。果物類は少なくなっているようです。そしてですね、えー、お肉、はい。えー、赤肉がほとんどなくなってると。はい。ビーフとかね。えー、あと、ポークですね。はい。豚肉とか牛肉はほとんどないと。で、えー、鶏肉はあるんだけど、高い。 っあとね、はい、いろんな、いろんな、まあ、ことがあ起きてるんでしょうけど、いろんなものが本当になくなっているようで、なんとびっくりしたのは、ボトルウォーターですね。ボトルウォーター、はい、ペットボトルの水です。えペットボトルの水とかね、あと、ピーナッツバターがないって言ってます。 まあ、ピーナッツもね、アメリカで、えー、生産されているのが多いんですけど、ええー、収穫が全くないのか、それとも工場が止まっているのか、どちらかですね。もうこれ本当に迫ってきていると思います。多分これね、あのーえー、西側だと思うんですよ。 えー、見たらね、この記事を見たら、このどうやら書いてる人は、あ西側だと思うんですよね。はい。えー、まあ、イチゴとかね、えー、ベリーとかメロンとかね、えー、主に生産地西なんで、カリフォルニアだったの。 だと思うんで、一番多くね、作ってるのが。なのでね、西側かなと思うんですけど、まあ、そういう感じですね。ほぼほぼ、品薄に、かなり品薄になってきている感じです。そしてですね、えー、燃料です。もう、多分これ1ガロンなんですけど、かなり高くなっていますね。はい、えー4ドルん40セントとかって書いてありましたね、ガソリン価格が。 まあ、あの、1000回、1000回っていうかね、この前の動画であげたように、もしね、バイバイ爺さんが、アメ国のね、えー、オイルの生産やめてしまったら、もうこれどころの話じゃなくなりますね。はい。もうとんでもないことになります。はい。もう、あの、本当にね、皆さんね、えー、思いつく限り、あの、備蓄してください。えー、お願いします。 はい、えー。思いつく限りです。はい。お金は続く限り備蓄してください。もう、備蓄に当てた方がいいですね。はい。えー、あとね、まあ、これ私のあれなんですけど、夏物のね、服なんかも多分今年のバーゲンで最後かなと思ってます。はい。嫌な言い方ですけど、はい。来年はないんじゃないかと思ってます。はい。来年あったらいいんですけどね。 はい。まあ、そういうことでございます。まあ、服は悪くなんないのでね。えー、ちょっと多めに買っといて2、3年着るっていうね。えー、あれでいてもいいと思うんですけどね。まあ、とりあえずね、食べ物ですね。はい。えー色々、いろいろなことがまあ、迫ってきている感じがします。はい。えー、あとね、興味深かったのが、あこの記事で、 スリのね、スリのランカーですね、スリランカー。はい。について、ちょっと伸びてたんですよ。なんと、この国ね、ああいうことになる前は、持続可能な国家の一つとして、非常に評価されていたという国なんですよ。はい。なんと、98.1、はい。 えー、100点とすると98.1というね、えー、非常にいい,いい点数をもらっていた国でございます。えー、再生可能であると。いわゆるあの持続可能であると。はい。えー、なのでね、えー、まさかこういうことが起きるとは誰も予想していなかったということです。えー、まあ、第2のスリランカになる。はい。えー、そういうことがありえあり得ますね。 大きく、はい。えー、まあ、オラのね、オラのうんだうんだでもね、えー、なんかそういう感じになってきてますし、はい。えー、板のリアリアではね、板のね、リアリアではね、えー、パンが買えないって言ってね、視聴者に押し寄せてますからね、人がね。ちょっとこれ、本当にのっぴきならない事情に、いい状態になるんじゃないかと私は危惧しています。はい、えー、なってるところはすべてチームシュワットブーです。はい。 そういうことでございます。なので私たちももう日々日々あの努力しましょう。それ以外に、えー、残る道はないかと思います。はい。えー、それではね、えー、厳しい現実がありますけど、私たちはね、一歩一歩あの着実に、えー、備蓄やっていきましょう。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。今日は本当にありがとうございました。 そして明日ね、皆さんまたあの、顔顔見られるのを楽しみにしてます。これからちょっとあの、メンバーさんのね、えー、ちょっと原稿をちょっと作る、作る予定です。えー、一応ね、今週末に、えー、配信を予定しております。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。